6月12日水曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気図から確認していきましょう。梅雨前線が停滞し、南西諸島では雨の強まりに注意が必要です。では詳しく天気の流れをマップで確認していきましょう。梅雨前線の影響で南西諸島では雨が降り続き、局地的に雷や突風を伴って降り方が強まる恐れがあります。道路冠水や河川の増水にお気をつけください。その他のエリアでは広く日差しが届くものの、内陸部、山沿いや道北を中心ににわか雨の可能性があります。外出の際に雨が降っていなくても雨具をお持ちください。では予想気温も確認していきましょう。各地日中は気温が上がり、汗ばむような体感となります。そして西日本では猛暑日近くまで気温が上がるところもあります。熱中症対策をしっかりと行ってください。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからもご確認いただけます。